こんにちは、ナビゲーターの佐藤美希ですさあ、突然ですが、この美味しそうな野菜たちに共通していることがあるんですがなんだかわかりますかかぼちゃ、トマト、ブロッコリー、レタス一見すると野菜ということしか共通点は見当たりませんが実は総務省の統計によりますと こののの野菜たちの家計に占める支出額がが番多いのが横浜市なんです横浜は野菜好きでヘルシー志向の方が多いのかななんて想像しちゃいますがこのように統計の数字を見ると今の横浜の意外な姿が見えてきそうですよね。ということで今回の「浜ナビは数字から見えてくる横浜の今をナビゲートします。紅茶も 横浜が資質学1位歴史ある紅茶専門店でその理由を探ります意外にもチーズやバター好きが日本一多かった関東で唯一のミルクを使って手作り体験これから旬を迎えるあの果物も資質学1位は横浜だった今回の浜波も必見です 横浜市長及び秋田県知事との間で、クルーズ船の誘致などを目的とする連携協定の締結を行いました。横浜港と秋田県内港湾による横浜発着クルーズなどの PR 活動の推進や、ウラジオストックなどへの寄稿を含めた新しい商品開発も期待されます。相鉄線と JR 線の直通運転が始まるのを前に、新旧車両の撮影会が開かれました。 10月で営業運転が終了する7000系と新型の12000系が展示されました今年4月にデビューした12000系は11月30日に開業予定の相鉄 JR 直通線で使用されます浜ナビ今回は総務省統計の数字から見る横浜の今の姿をナビゲート 佐藤さんが最初にやってきたのは紅茶専門店ラ,テイエールラ・テイエールとはフランス語でティーポットのことオリジナルティーやフルーツティーなどさまざまな紅茶を取り揃えている専門店です実は紅茶の支出額も横浜が全国で1位なんですが浜子は紅茶派が多いんでしょうかね一体なぜ人気なのか専門店で聞いてみましょう わあ、素敵な雰囲気のお店ですね。そしてこれ、両サイド紅茶ですよ。わ、ずっと奥までこんなに種類があるんですね。こんにちは。ちはよろしくお願いいたします。ます,すごい種類ですけれども、はい、これ全部紅茶なんですか。そうですね。もちろん、あの紅茶がほとんどなんですが、あまあ紅茶だけではなくて、えっ、ー、とハーブティーとか、えー。ルイボスティーとか、いろんなお茶を含めて。 あの種類がたくさんあります。だいたい何種類ぐらいあるんでしょう。そうですね。まあ時期にもよるんですが、八十種類ぐらいは皆さんにご紹介できる種類あると思います。そんなにあるんですね。総務省の発表によると、横浜って紅茶の資質額が全国で一位だそうなんですけど、知ってました。そうですね。はい、知ってました。はい、そう聞いてます。はい。その理由ってどうしてだと思います。そうですね。まあ。 やはり横浜はですね開港して、まあ、いち早くその西洋の,その文化ですとか、まあ、品物がまあ入ってきたっていうまあ歴史的なまあ経緯があるとは思うんですけども、はいまあ、海外の方も含めて、まあ、紅茶なんかは試好品になりますけどもそういう試好品を楽しみたいっていう方が非常に多くまあいて、まあ、皆さん楽しんでいただいているというような印象がありますね。日本が初めて紅茶を輸入したのは明治20年わずか キログラム程度でした原産地の中国ではなくヨーロッパ文化への憧れとしてイギリスから輸入その後舶来の文化として定着していきました小浜さんが思う、はい、紅茶の魅力良さってどんなところにあると思いますいそうですね、うん、もちろんあの紅茶ってあ、はい、あのまあ、健康にいいとかまあ、体にいいとかいろいろな ふうふに言っていただくこと多いんですがそれよりは私はその心に作用するものだと思っていてあの紅茶を飲むとこうリラックスできますしリラックスできると仕事とか勉強とかそのこれから動き出すのにその活力になりますそういう意味では人の心に一番作用するというのが紅茶の魅力だと思ってます。 はい。てっきりやっぱりね香りとか味なんじゃないかなと思ったら<ー>心ですって、はい、素敵ですねありがとうございますなんかもう紅茶愛を感じましたけれども、はい、横浜で私が一番紅茶を愛してると思ってます一番ですか、はい、です今言いにましたね、はい、<laughs> すごい、はい、そんな紅茶を愛する小浜さんをはじめラーテイエールではスタッフ全員が 日本紅茶協会認定のティーインストラクター資格を持っています紅茶を極めた小浜さんのおすすめ商品とはこれは、はい、あの横浜をイメージしたうちのオリジナル商品なんですが横浜元町デュエットというこれは紅茶ベースなんですが、ええ、洋梨とマスカットのフレーバーをこう爽やかにつけているので女性の方にもすごく人気があります 甘い香りがするんですかそうですね、えー、でもこれはお茶にしていただくと本当に紅茶として楽しんでいただけるので、はい、もしよろしければ試飲してみますか、はい、いいんですかはいありがとうございます<非>ラーテイエールでは予約制で店内の紅茶を試飲することができるんです佐藤さんもおすすめをいただきますこちらが横浜元町デュエットになりますああ、うん しっかりこのマスカットというお梨の甘い香りがしますね。いただきます。ああ。美味しい。ありがとうございます。味はね、すごくすっきりとしていて。はいはい、フレッシュですね。そうですね。うん、まあ、横浜をイメージしているので、こう爽やかな、こう海風を感じられるような、はい。はい あのイメージになってると思いますなんか心がほぐれますねかったですリラックスするうんここでもう一杯ラ・テイエールで一番の高級な紅茶鍵の付いた棚に置かれているダージリンセカンドフラッシュを試飲させていただけることにこちらがインドのダージリンセカンドフラッシュになります、はい、これは今年、えー、取れたものですね あうんあともずっとこうそうですね茶葉のコクも感じます、はいはい、飲んだあとも余韻がずっと続くというかこれがまあそのインドのダージリンティーの特徴でもあるので、うん、すごくティータイムにはピっタリだと思います <laughs> このね、はい、紅茶いただきながらだったら本当にゆったりとこうう、ね、お話できそうですね。はい 誰と飲むか、ええ、どんな気分なのか、そういうシーンに合わせて楽しめますね。いすはい、そうですね。なので、まあ高いからいいとか、まあ安いから悪いとかではなくて、皆さんのそのシチュエーションに合わせて、はいえー、好みに合わせて楽しんでいただければいいなと思います。はい、今日はありがとうございました。ラ・ーテイエールでは予約制で店内商品3品まで無料で試飲ができます。また参加費1000円で。 より本格的なテイスティングができるプレミアムテイスティングプランも詳しくはホームページをご覧ください自分好みの紅茶を見つけて優雅なティータイムを過ごしてみては続いてやってきたのは青葉区にある子どもの国続いての数字は消費量が全国一のの。あるものそれがこちら子どもの国にもあるんです。早速行ってみましょう 消費量が全国一位のあるものを目指して園内を進んでいく佐藤さん。実はこちら、子どもの国の中にある雪印子どもの国牧場に答えがあるんです。雪印子どもの国牧場は子どもの国の中にある自然豊かなテーマパークです。 まず佐藤さんがやってきたのはいろいろな動物たちと触れ合える子ども動物園園内では動物たちに餌をあげたり直接触れ合うことができます佐藤さんもモルモットと触れ合ってみることにむくむく すすごいい,い子ですね。はい、どうぞ。触れ合い時間は10時から16時までほかにもいろいろな動物がいますよ続いて売店スペースにやってきましたこちらでしか飲めない特別牛乳サングリーンをいただきます濃厚おいしいです いやー本当に動物にも癒されてちょっと本題をすっかり忘れていたんですが全国で消費量がナンバーワンのものこの牛のミルクではなくこのミルクからできるチーズとバターなんです。横浜のの方はは乳製品が好きなんでですかね雪印子供の国牧場では毎週日曜日曜に ミルクを使った手作り教室が開催され、人気を集めています。牧場スタッフの秋野さんにお話を伺います。あの横浜はチーズやバターの消費量が全国1位ということなんですが、秋野さん実感されることってあります？はい、あのここではチーズバター作り教室を行っているんですけれども、その中であの子どもさんたちが自分で作ったチーズバターをおいしいと言って食べてくれるので実感があります。 ということでまずはバター作り教室を初体験使用しますのはこちら特別牛乳サングリーンになりますこのサングリーンは特別な牛乳になりますので全国で四カ所しか作られておりません特別牛乳は特に優れた飼育環境や特別な牛乳処理施設が必要なため関東ではここでしか生産されていない牛乳ですその特別牛乳サングリーンを まずは十五度まで温め、空のペットボトルに移します。そして。今から十分間振ってもらいます。ここの壁とここの壁をぶつけるような形で。こういう感じで。横に振るような形で。このまま十分間お願いします。十分間。 これ10分間って意外と <laughs> 疲れそう秋野さんや番組スタッフも手伝ってなんとか10分間ペットボトルを振り続けるとあ、だいぶだいぶできてますね見てわかりますか中はすごいすごい平子、えー、さん浮かんでるのこれバターですバター,、はいバター たまに塊になってる。<laughs> 出来上がった塊をキッチンペーパーでよく縛れた。<laughs> みんなの汗と涙 <laughs> できたバター <laughs>。<laughs> はい。<laughs> いただきます。ちょっと軽く舐める程度でもいいんで。 この中で溶けちゃうすごいそして濃厚ですね、はい、さらに軽く塩を加えクラッカーにつけていただきます、うん、止まりませんね自分で作ったバターなんでより一層美味しく食べられると思います、うん 本当特別なバターですね、はい、特別牛乳からできたうん続いてはチーズ作り教室です特別牛乳サングリーンを鍋に入れ4 0度まで温めます温めた牛乳にレモン果汁を混ぜていきますするとあっあっあっ この色をよく見て,てください。あ,あ、色がこんなになるんですね。すごいすごい。わあ、すごい見て、こんなに塊になるんですね。はい。わあ、一瞬でしたね。はい、面白いこれ。<laughs> バター同様絞って水気を取ると。 完成しました。いただきます。うん。チーズだ。はい。<laughs> まだあの、うん、味も何もついていないので、お豆腐のような感じの淡白なチーズね。ですね。すごくあっさりしてます。はい。そこで、ストロベリーソースをかけてみると。 うん、これはレアチーズケーキですね。そうですね。まさ、うん、しくです。いやこのバター作り、チーズ作りどちらもほんと小さいお子さんでもね、親御さんと一緒に楽しめますね。はい,い。私も本当に楽しかったです。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。牧場内では特別牛乳サングリーンを使った絶品ソフトクリームもいただけます。 牧場でで食べるソフトクリーム最高です自分で作る貴重な体験特別牛乳を使ったチーズやバターをぜひご賞味あれ続いて佐藤さん数字を頼りに相鉄線の瀬谷駅にやってきましたさて続いては4年前は全国で16位だった支出額が伸び続け なんと最新の結果では1位になった果物ですいやー資質額が伸び続けている果物この中にあるそうですがあキウイですねいっぱいなってるこんにちははいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いしますやってきたのは石川果樹園梨やキウイをはじめさまざまな果物を 家族2代で生産しています2代目の石川智成さんにお話を伺います キウイがなってるの初めて見たんですけど、はい、こんなブドウみたいになってるんですね。そうですね。まあこの面積でだいたいこう2万から3万個ぐらいあのキウイの方今見はなっております。そんなに収穫できるんですか。そうですね。えー、はい。で今横浜のキウイの支出額が伸び続けていて、はい、全国で1位になったそうなんですが、はい、その実感って何か感じられてますか。<laughs> まあ正直なところあんまりないですね。まだ販売を始めてこう<っ>間もないっていうのもあるんですけども。<laughs> まあただそのメディアの方でまあ今最近キウイは多く取り上げられているのはこう感じてましてまあ皆様の関心がこう強く集まっているのではないかなと感じております。いつからキウイって作ってるんですか。えっと2013年にこう苗木の方を植えましてまあそこからえっとしばらくはずっとこう実をつけないでこう栽培管理まあ木を作る作業をずっと行いました。で2016年からこう実をつけ始めましてまあそこから販売しているって感じですね。ちなみに種類に。 で、はい、品種とかっていうのはあるんですか。えっとそうですね。うちの方では、えっ、ー、と緑系キウイのこうヘイワードっていう品種と効力っていうの、あと赤系キウイのコーヒーっていうのを栽培しています。赤系キウイコーヒーとはどんなキウイなのでしょうか。特別に園内を見せていただきます。どれですか。どれですか。ちょうどこちらですね。こちらのあ<っ>今2個なんで 違うのがすごい。え、形も違いますね。わ、これがコーヒー初めて見ました。そうですね。たまにスーパーでもちょっと売っているんですけどそうなんですね。まだこれは早いというか収穫での時期じゃない。もう収穫は大丈夫ですか。はい。今日もできればお取りいただいて。いいんですか。はい、大丈夫です。本当ですか。ということで初のキウイ収穫です。押さえてもらって。 この辺をこの辺りはいいいですかです、ね、はい初収穫いきますはいチョキおいいよと、はい、取れましたあ意外とずっしりしてますねわあ綺麗形も、えー、香りはまだ少ないまだ香りはなかなかないですね正直なところ、えー、<laughs> まあこれからその追熟していく中で、はい、その最後食べる頃にまあ香りも多少飽きますのでそうですか、はい、追熟という作業は 収穫後一定期間置くことで甘さを増したり果肉を柔らかくする処理の方家庭ではリンゴや熟したバナナなどと一緒にビニールに入れておくと果実が放つエチレンガスで追熟を促すことができます収穫したての赤系のコーヒーと緑系のヘイワード中身の違いとはああ本当に赤いですよ わあ綺麗なんか花火みたいあそしてね <laughs> こちらは私たちがよく食べているグリーンのキウイ全然違いますねあのまだ、はい、追熟してないのは分かるんですけど、はい、ちょっといただいてみてもいいんですかどうぞすごい笑ってらっしゃるスプーンもね用意したんですよ、はい、ちゃんときますではどうぞあいや <laughs> <laughs> ダメだダメだやばい硬<う>くてすぐ、うん、入らないじゃちょっと,こうょっとカリッとカリッといいですかねすごい <laughs> どういう感想ですか、ね、酸っぱいしちょっとこう何ですかね これコツマン言ってくださってありがとうございます。<は>い,いいんですね。まだそういう電分質も残ってますので、これからその追熟作業をしていく中でその電分質も抜けますし、その甘さもあのどんどんこう上がっていくっていう作業になりますので、そこが追熟のこう大切さです。食べて追熟の重要さ、<要>大事さすごく実感しましたけど、すごいあのフレッシュなこの酸味と。はい 香り、はい、キウイの、はい、感じることができましたよ。はい、ぜひね、しっかりと追熟をしていただきたいです。ですね、まだないんですもんね。まだこれから販売は。販売はこれから。楽しみにしてます、はい。よろしくお願いします。ますはい、追熟された食べ頃のキウイは、石川果樹園の直売所で買うことができます。今の旬は一軸美味しそうですね。キウイは。 10月下旬から販売されます11月1日金曜と2日土曜にはキウイのもぎ取りができます横浜さん絶品キウイを堪能できるチャンスです詳しくは直売所またはお電話でご確認ください最後にやってきたのは横浜市の夜景が堪能できるスポットであり横浜で一番高い建物横浜ランドマークタワー 横浜ランドマークタワーは大阪のあべのハルカスに次いで日本で2番目の高さなんですが実はあべのハルカスにまだ抜かされていない一番のものがあるんですそれがエレベーターの速さなんと分速7 5 0ルで日本最速なんですということで早速日本最速のエレベーターへ いよいよ出発です。本日は横浜ランドマークタワー展望フロアスカイガーデンにようこそお越しくださいました。これより地上二百七十三メートルの世界スカイガーデンへとご案内いたします。それでは扉上部スピードメーターをご覧ください。もうあっ、痛い痛い。あっという間に最高速に達し、およそ四十秒で六十九階に到着です。 もうこちら二百七十三メートルの世界ですよ。いやー、快適でしたね。乗り心地も本当にいいです。最速エレベーターでやってきたのは展望フロアスカイガーデン。いやー、この横浜の夜景は何度見ても綺麗ですね。最高な夜景をバックに、お便りをご紹介します。いつも番組へのご意見ご感想ありがとうございます。 相模原市の灰谷さんよりワールドカップ開催浜のラグビー熱の会をご覧いただきましてお便りをいただきました先日のラグビー会ではファンゾーンがあまりに楽しそうで遊びに行きましたお酒を飲みながら一体感のある応援が本当に楽しかったですとご感想をいただきました本当に連日ラグビー盛り上がってますよねこれからも横浜から盛り上げていきましょう浜ナビではご覧のテーマに関係する情報を募集中です 採用された方には番組特製クリアファイルを差し上げますさて今回は統計の数字で見る横浜の姿をナビゲートしてきましたがいかがでしたかどうしてあれが支出額消費量全国1位なのか紐解いていくと横浜の歴史や文化に関わっていたり今横浜で流行っているものだったり変わらずに愛されているものだったりいろいろな横浜の姿を見ることができました また横浜の人は野菜や果物が好きなのかな乳製品が好きなのかなと皆さんの生活を想像するのもとても楽しかったです。さて私はお腹がすいたので脂質統計ダントツ1位のシウマイを食べて帰ろうかなと思います。